シンガーソングライターコレサワが11月1日愛知日本特殊東京市民会館ビレッジホールで開催したコレサワワンマンショー2024コレシアター零五にて新曲浮気したらあかんでを初披露。タイトル通り浮気したらあかんでという気持ちを関西弁で可愛くキャッチーなメロディで歌うコレサワ流ラブソング。この楽曲が11月20日水曜日に配信リリースされることが決定した。映像を使った普段とは一味違う座って楽しむライブコレサワワンマンショー2024コレシアター零五はすでに実施された名古屋をはじめ大阪、札幌、東京もソールドアウトしており、東京昭和女子大学瞳記念講堂にて行われる追加公演のオフィシャル選考を受付中だ。また同日コレサワが相手をデートに誘う気持ちで対バンするというコンセプトで企画する2万ライブ企画君とデートボリューム2の開催も発表。今回のデート相手は初の対バンとなる5人組ロックバンドネクライトーキー。チケットは本日よりファンクラブ選考を受付中。リリース情報ニューデジタルシングル浮気したらあかんで2024年11月20日水曜日配信リリース。 URL https://lnk.2/donotcheetlive イベント情報コレサワライブ2025君とデートボリューム2 2025年2月23日日曜日 Spotify をウエスト出演。コレサワネクライトーキー会場を17時15分開演18時門ディスクガレージハットプス info.diskgarage.com/FC 選考2024年11月1日金曜日20時2024年11月10日日曜日23時59分 https://kareparkei.com/ktdda2025チケット代一般5,800円税込み。チケット代 U-18 4,800円税込み。ドリンク代別途必要。入場制限未就学児童入場不可。入場制限 U-18 チケットに関しては18歳以下のみ入場可能。入場時の身分証確認検証。スタンディング企画リコレコーズ制作ハンズオンエンターテインメントライブイベント情報コレサワワンマンショー2024コレシアター零五11月1日金曜日愛知日本特殊東京市民会館ビレッジホール会場17時開演18時門サンデーフォークプロモーション052-320-9100 12時18時 https://www.sundayfolk.com/1/1月4日月宿大阪梅田芸術劇場シアタードラマシティ会場16時開演17時門清水尾泉06-6357-3666平日12時17時 info.清水温泉.com 11月22日金曜日北海道札幌サンプラザホール会場17時開演18時門ウェシンフォウェス .co.jp https://s.jp/1/2月15日日曜日東京東京国際フォーラムホール C 会場16時開演17時門ディスクガレージハットプス info.diskgarage.com/追加公演12月19日木曜日東京昭和女子大学瞳記念講堂会場17時30分開演18時30分門ディスクガレージハットプス info.diskgarage.com/official選考2024年10月23日水曜日15時2024年11月4日月祝23時59分 https://eplus.jp/koresawa/
http://chiket.com/chiket/代一般6900円、税込みチケット代 U-185900円、税込み入場制限未就学児童入場不可入場制限 U-18 チケットに関しては18歳以下のみ入場可能。入場時用身分証確認、販売数制限あり、枚数制限4枚検出、全席指定企画、リコレコーズ制作、ハンズオンエンターテインメント。